こんにちは、ハヤトマンです。このチャンネルでは僕がこれまでに集めたフィギュアを熱く解説していくという自己満足の動画でございます。目標では1000個紹介していきたいと思いますので、その中で共感できる紹介品があった場合はコメントなどをしていただけると嬉しいです。それでは本日紹介するフィギュアはこちら。前回のセイヤと同じ発売日です。2003年12月2体同時発売でした。商品名がセイントセイヤ、セイントクロスマイス、ドラゴンシリュー、メーカーはバンダイ、前回と同じですね。商品ジャンルはハイターゲットトイ、大人向けの商品ということです。前回セイヤの時に言い忘れてたんですけども、こちらですね、発売当時の価格は3600円プラス消費税で、当時消費税 5% だったんで3780円っていう感じでしたね。では今日もですね、このフィギュアをドラゴンのこのオブジェ形態からシリューに装着していきたいと思います。では早速始めていきましょう。まずはクロスを分解していくところから始めましょう。今夜は祭りだ、飲み明かせ、みんなも少し枯れてない、頭の中はパパラパ、お腹の中はパパリア。はい、分解し終わりました。こっからですね、シリュースピードヘビーバンジョー、このフレーズがたまらない、生き始めたら終わらない、歌い始めたら止まらない。太ももに何もないの寂しいですよね。はい、そのシリューなんですけども、シリューのね、アニメの声優版、声優さん、シリューの声優さんなんですけども、鈴沖弘隆さんという方でですね、セイントセイヤ以外にもドラゴンボールの天津飯とかね、ランマ2分の1のね、久能盾脇とか、風林館高校の青い雷鎚、お下げの女好きだみたいなね、あの声の人、シリューの声の人ですよ。あとはですね、ルローニケンシンの斎藤はじめがこの鈴沖弘隆さんでしたね。残念ながらですよ、2006年にね、56歳の若さで亡くなってるんですよ。ショックですよね。シリューの声とっても好きだったんですけど、だから例えば天津飯がシリューだったんで、セイヤとシリューの絡み、セイヤとシリューの絡みってあれなんですよ、セイヤとシリューの絡みと一緒なんですよ。天津飯とヤモチャがね、同じ人なんでね。あれ間違えて、そうそうそう、ドラゴンの盾はここですよね。日が落ちる、今のシリューは誰がこうやってるのっていう話なんですけど、今現在はですね、成田健さんという方がやってます。2020年時点で現在56歳ですね。まだ現役ですよ、素晴らしいですよね。まあ古谷さんの方が年上なんですけど、古谷徹さんね、あのセイヤの声優の人の方が年上ですけどね。この方はね、犬夜叉の殺生丸とかね、コードギアスのジュレミアとかの声してますね。そして今天津飯はね、また声優が違うんですよ。天津飯の声の人、緑川光さんですね。2020年現時点で現役ですね、52歳でございますね。緑川光さんは代表作がガンダムウィングのヒーローユイの声ですね、主人公のヒーローの声ですね。あとはドラゴンボールでいうと人造人間16号パイクーハンも兼任してました。
ました。かっこいいですね。うん、かっこいいですね。さあ、ではこれを台座につけていきましょう。ドラゴン、うん、かっこいいですね。こちらもですね、僕らが慣れ親しんだクロスとは造形が違いますよね。アニメ版ちゃんと出ましたからね、はい、それがこちらでございます。いいですね、このヘルメット型のね、このヘルメット型のあのマスクというか、これですよね、やっぱね、セイントセイヤの、うん、ね、セイヤの時も言いましたけど、うん、これ最初右側のやつしか出てなかったんでね、しょうがなく買ってましたけども、これもねありますんでね、うん、これね、ドラゴンの盾かっこいいっすよね。こっちでもかっこいいですけどね、このねドラゴンの盾かっこいいですね。これもね、開けるの楽しみですね。はい、いつになるか分かりませんが、なるべく早く開けて飾りたいと思います。ちゃんとね、クロス装着形態とね、オブジェ形態どっちにも飾ってみると。このロザン百流派ですかね、かっこいいですね。セイヤと並べてみます。こんな感じですよ。いやー、かっこいいですね。あー、こうやってね、ブロンズセイントがどんどん揃っていくっていうのは、もうすでに飾ってるところには全部あるんですけども、ただなんか嬉しいですね。ではまたポージングを変えていってみましょうかね。紫龍といえばね、ロザン昇竜派ですよ。ロザン昇竜派、かっこよかったですね。しかれてない、頭の中はパパラパ、お腹の中はパパイヤ。シリュウっぽいポーズですね。では今日はセイントクロスマイスドラゴンシリュウのレビューでございました。次回はキグナスの氷河のレビューをしていきたいと思います。どうもありがとうございました。きらめく星座がお前を呼んでる、それは選ばれた戦士の証、ギリシャ神話のように眩しいクロスまとって、Oh yeah明日の